皆さん、夏も残りわずかとなってきましたが、お体の調子はいかがでしょうか。私は遅ればせながらコロナワクチンの1回目接種をしてきました。職域接種のためモデルナ製だったので副反応が怖かったんですが、注射した箇所が若干赤らむくらいで済んだので安心してる今日この頃です。さて、今回皆さんと一緒に思いたいテーマは、恋愛において一番大切なこととは何か。現在進行形で恋愛中の方は今より良いものとするために、これから恋愛する方はその心の準備をするために、最近失恋したばかりの方は将来の新たな恋愛を生かすための振り返りの時間にしてもらえたら嬉しいです。私は現在26歳の会社員です。恋愛経験人数は3人、お付き合いした期間は平均1年間、人数も時間も平均以下ですかね。でも一人一人と本気で恋愛してきました。だからこそ皆さんと語れることがある。それでは早速参りましょう。初めての恋愛では顔と見た目で惚れてアプローチしてお付き合いしました。学生時代ですね。カップになってからいろいろなところへ遊びに出かけ、美味しいものを食べ、思い出を重ねて、でもだんだんと気づいてしまったんです。会話の中でふとした瞬間の言動の中で、自分の価値観では理解できないこと、耐え難いことがあることに。この恋愛で学べたこと、それは人間見た目の良さだけでは長く愛していくことはできないということでした。2回目の恋愛、社会人では見た目で一目惚れするほどではありませんでしたが、心が純粋なところに惹かれてアプローチしました。一緒にいてとても楽しかったんですが、金銭感覚の違いで戸惑う瞬間が多々ありました。また日常のあらゆることにとても敏感で、感情の起伏が激しかったこともあり、それをなだめることに疲れてしまったんです。徐々に2人の未来が霞んでいきました。会う頻度も少なくなり、やがてお別れすることになりました。この恋愛で学んだことは、金銭感覚が同じであることと、精神的に落ち着いている自立性がとても重要であるということでした。最近の恋愛、3回目の恋愛では、見た目だけでは判断せず、お話を通して相手の内面が大人であること、デート先の場所から金銭感覚を見つめました。そのすべてを満たすことのできた素敵な人にアプローチをしました。毎週末デートに出かけました。長期休暇の際は遠くまで出かけました。港近くでは美味しい海鮮丼をたらふく食べ、帰り道ではご当地限定のソフトクリームを堪能。夏には花火大会を見に行き、屋台でワイワイしたものです。冬になれば温泉街に繰り出し、日常から自分たちを解放、リフレッシュ。しかし確かに幸せな時間が流れていたはずなのに、気がつけばお互いの気持ちには少しずつ距離が生まれてしまいました。2021年8月現在、私はこの方と別々の人生を歩んでいます。この恋愛では別れの決定的な理由が最後までぼやけてしまいました。喧嘩を頻繁にしていたわけでもなく、価値観や家庭環境も似ていました。でもさようならをしてから半年が経過した頃、ふと思ったんです。彼女からの不満を一度たりとも聞いたことがない。この世に完璧な人間がいないということが真実なら、彼女は不満がある時も何も伝えてこなかったということになります。このことに気づき、その意味を悟った瞬間、私は数秒時間が静止したかのようにフリーズしてしまいました。この恋愛で学べたこと、それは相手の不満を表情や口調から察して、どうしたのと問いかけてあげることも大事ですが、やっぱり自分からおかしいと思うことや不満は相手に言葉でちゃんと伝えることのできる人でなきゃ、建設的で長期的なお付き合いはしていけないということでした。私は恋愛で大切なことはたくさんあると思いますが、何よりも大事なことは、愛する相手を思いやる気持ちと心遣い、そして言葉でちゃんと気持ちを伝えることだと思います。愛する人の顔色が優れていなければ、移動が少ない場所をデート先にしてあげたり、彼女が友達と遊びに行きたいというなら束縛せずに信頼して送り出してあげる。毎日1回は愛してるって言ってあげましょうね。皆さんはこれまでにどんな恋愛を経験してきましたか？恋愛は幸せな思い出だけでなく、時に心がもだえるほどに苦しいものです。でも今の私たちを強くして輝きある人生にしてくれてるのも事実。さあ、恐れず楽しく伝える心を持って、この青い地球を愛で埋め尽くしてあげようじゃないでしょうか。それでは良い一日を。